どうも、ドライトです。今回はですね、こちらやっていきましょう。サブクエストですね。こちらのボーンストレウン山脈で力の源を見つけるというクエストをやっていきます。それではね、行きましょう。で、仲間のリディアさんと一緒に行きますよ。デートでございます。では、この道をね、ちょっと見つけるために行きましょう。馬も欲しいんだよね、実際。よし、それじゃあ行きますか。これで、とりあえず千里眼で道がわかるんで、どうにかなると思います。あと、馬とか、乗れるかな？エポナに乗れるかな？道になぞっていきます。くっそー。馬はまだ買えないのか。馬欲しかったんですけどね。魔法には気をつけろ。まあ確かに気をつけないと。おっ！最強サンダーボルト。ライトニングボルトかな。チケットゲット。こういうのをちょっとちょこちょこゲットしていきましょう。これレベル大丈夫かな。まだほんと初心者やけど、とりあえずこっちかな。バルトヘイムタワー。止まれ。あ、早速だ。ここは有料道路なんだよ。私たちの道を通りたかったら200ゴールド払いな。たっけ。これでいこう。大家、腹渡を撒き散らされるってのに強気だね。まずい時に道に迷う。よし、行け。おい、バカ野郎め。よし。オッケー。で、どっちだ？こっちね。よし。敵無視、敵無視。行くぞ。敵は無視だ。いる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 。行けよ。届け。お、いった。ケツったー。ひぃ。よし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 。やっぱ隠密で倒すと一撃で倒せるみたいですね、これ。なるほど。やっぱそういう風になってるんだ。よし、ヤギの顔ゲット。で、道は、OK ね、こっちで。よし、行こう行こう。お、また橋通行料とかいいんじゃないかな。大丈夫かな。お、なんだなんだ。いやあ、友よ、この素晴らしい日を陽気に楽しんでいるのはいいもんだ。そうっすね。でもお疲れのようだな。ほら、一緒にホニングブリュー蜂蜜酒を飲もうじゃないか。どうしようかな。聞いてみるか。なんだって。甘いホニングブリューを一度も試したことがないだと。ソブンガルデの外で最高級の蜂蜜酒だぜ。その甘さといったら、星がきらめく夜に交わす美しい乙女とのキスのようだ。ああ。それでいて、フロストロールを後ろ足で立たせるほどの強さ。なんて陽気なんだ。だが説明はこれぐらいにして、さあ、俺の仲間たちと一緒に飲まないか。うわ、怪しい。どうしよう。イスミールのヒゲにかけて、お前こそ俺の探し求めていたタイプだ。ぜひとも新しいボトルをあげよう。やばい、なんか宗教に。この善行が報われずに終わるなんてダメだ。ほら、受け取ってくれ。宗教に誘われたような感じだ。乾杯。冒険が名声と幸運をもたらしますように。ありがとうございます。あ、なんか、よかった。ラッキー。何やったん？なんだなんだ？運搬の首飾り。あ、いいじゃん、やった。ありがとう、おっちゃん。よく分かんなかったけど、嬉しいですね、これは。嬉しい誤算です。あー、逃げた。まあいいや。なんか人がいるね。陽気な人？重要な届け物があるんだ。おしゃべりしてる時間はない。あー、ごめんごめんごめん。ミックスウォーターのところに来たよね。おー、なるほど。今から行くところ、どこなんだろう、本当に。まあ、ここはちょっと無視しよう。もうちょっと先行こう。なんかどっかの村に着きましたが、なんだろう。ウィンドヘルム馬屋。
馬屋だ。またの機会に知り合えるといいな。馬を売ってくれないか。あれさえあれば売ってやろう。お、やった。それだけあれば乗って帰れるぞ。お、何も文句はない。やった。親父はよく帰られないことは心配しても仕方がないと言っていた。はは。どうせドラゴンに殺される運命なら、あがいても無駄だ。それまでは好きなように生きるだけさ。オッケー。で、馬買ったの？てか、あったのかな、お金。あ、なかった。おー、歩いていくしかないわ。お、なんか人がいる。なんだろう、話してみよう。真のスカイリムの民に会ったら、ウィンドヘルムへ向かえと伝えて、うん、ウルフリックストームクロークが会いたがっていると。指揮官と話をしてきなさい。お尻を蹴り飛ばす。奴らにここへ現れる勇気があるのなら、全帝国軍と戦ってやるのに。はあ、これはトマンモスがいる。あれ、どこだ。え、あってるね、こっちで。おお、まじ、なになに、ちょっと待って、あれ、え、ここで終わり。ここもしかして山脈って。今どこにいる。え、ここのこと。あ、あった、ここだね、多分。じゃあここであのマークに行けば力の源のところに行けるってことか。うわ、これ毒とかじゃないか。毒の水とかじゃね。よしよしよし、気をつけろよ。とりあえずこっちか、あれか。わー、なんか力の源っぽいな。わ、ドラゴンじゃん。え、マジで、マジか。嘘、マジのドラゴンと戦うんだ。嘘、おりゃ。うわ、やばい、やばい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 。ちょっと待って、ドラゴンはまずい。ちょっと待って、これクイックセーブできるかな。やばいやばいやばい、どこ。待て、普通の前は嘘でしょ。うわわ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 、待て、くそ、やべえ、いきなりかよ。うわわわわわわ、ちょっと待って、ドラゴン倒せるレベルなんかわかんないし俺。ちょっと待って、倒した方がいいよな。魔女もゲットしとこう。どこに、どこ行った、こっち、あれか、この野郎。お、なんか倒してるし、仲間が、仲間というか。よし、いいよいいよ、ナイスリディア。よし、やばい、大丈夫か、リディア。とりあえず蛇に変えよう。え、とりあえず倒せ。ドラゴンがなんかマンモスが倒してくれてるような感じするぞ。いや、巨人族が倒してる。あぶね。お、倒してくれた。よし、トロ。やばい、重すぎて走れない。仲間いる？大丈夫か？来ました。パワーアップするぞ。来たー。やったぜ、吸収した。まだここです。じゃあちょっと交換してもらおう、アイテム。あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。ナイス。とりあえずリディアにアイテムを渡す。おお、マジか、ドラゴン倒した、嬉しい。で、待て、なんだなんだ、やばい、ちょっと待って、
魔法。やばいやばいやばい。おおやばい。ちょっと仲間どこ行った？やばい。マジかがない。マジかのマジかがない。やばいやばいやばい。待って、ファイヤーボールに来撃でいいか。いけ。これだ。よし。ああ、もうびっくりした。仲間？あれ？仲間？あ、来た。ちょっとダメだよ。はい、ちゃんと来たよ。ね。ここですよ、多分。問題の場所。ドラゴンの。あ、あった、これか。ボーン、なんとか山脈出てきたから。ここか。え？なに？なんかある？これか。あ、出た！壁。よっしゃ、霊気フロストブレス。完了した。やったねー。ゲット。やりました。あ、宝もある。トゥース！おう、トゥース。トゥース。二つ目ですね、これで。あ、運搬。あ、いいね。革のブーツ、運搬。いいじゃん。これで革のブーツを装備することで、運搬がもっとできるようになるか。あ、いいね、いいね。よし、まだないかな。こういった鉱石でなんか、ツルハシとかあるんかな。ツルハシ持ってったら取れるとか。なんかありそうやね。こういうのって。モンハンではあるからさ。トゥース。びっくりするんだよな。トゥース。お。あ、やっぱツルハシないとダメなんだ。あー、もったいねえ。はい。ということで、今回は山脈へ行ってまいりました。そしたらですね、ドラゴンがいまして、まあ、ほとんどなんか巨人族の力を借りて倒した感じになりました。しかし、クリアして壁もゲットしました。はい。で、シャウト、もう覚えました。やりました。次回本編かな。頑張っていきます。それでは終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。